るだけ観光リサーチ築地。え、市場は豊洲に移転したやんと思った方、実は移転したのは卸売業者や料理人が出入りする場内市場、飲食店や物販店などが集まる場外市場は残っている。海を埋め立て築いた土地として始まった築地、日本の台所とも呼ばれた。その規模は金額ベースで日本最大だった。1935年から2018年まで83年間にもわたって作られた市場なだけあり、場外市場なき今も活気がすごい。基本的には海鮮系を食べ歩くことが多いが、ふわふわで出汁の効いた卵焼きの専門店、熱々ジューシーなメンチカツなど、観光客の舌を飽きさせないラインナップも充実。敷地面積もコンパクトにまとまっており、歩き疲れる前に回りきれるところが個人的にすごい好き。雰囲気も東南アジア諸国と同じようで異世界に来たような感覚になりワクワクする。築地には他にも楽しいスポットがいくつか。佃波桶稲荷神社、災難を除き波を乗り切る波桶の稲荷様として、厄除け、商売繁盛、工事安全などにご利益がある。高さ約 2.4 メートルの日本一の厄除け天井大師がある獅子殿には多くの参拝者が集まる。ちょっと窮屈そう。築地本願寺、その圧倒的な外観で有名。こう見えて浄土真宗本願寺派の寺院で阿弥陀如来がご本尊。特徴的な蓮の花をモチーフとした半円形の屋根はインドの寺院風。その他様々なところに日本とは別の国の建築様式が組み込まれており、中も和洋折衷を思わせる空間が広がっている。無料で入れるのでぜひ。勝どき橋、重要文化財に指定されている国内最大級の鳥海峡、絶景。夜間にはライトアップされデートにもぴったり。総じて日本の台所の活気健在、食べ歩き周辺観光地コンパクトに充実、それが築地。ぜひ皆さんもビュータイム。細かい情報は概要欄へ整理しています。このチャンネルは皆さんが観光地を楽にリサーチできるようにという思いで作っています。高評価コメントが制作の励みになります。ぜひよろしくお願いします。どんどん観光地紹介していくので、見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。